振り返っています。広場です。車止め、駐車場は16時まで。以前下った山、11時45分、富士ヶ丸山まで 0.9 キロ。電波塔が見えます。落ち葉の明るい道。植林、松もあります。山頂まで400メートル。岩です。傘さしました。ご差相談の電波塔が見えます。雨だけど明るい道。ここでいいのかな。ピークは左。三角点ありました。富士ヶ丸山665メートル。12時13分、うまきの方ですが、霧がかってますね。あそこに展望があるようです。建物が見えるけど、森林公園ですかね。まだ景色は見えますね。よかった。海が見えました。森山の右に金輪島、金輪島の右奥に二之島、二之島の手前は黄金山、黄金山右奥は宇品島。実は眼鏡が曇ってます。西の海島の稜線が見えてますね。右に宮島が少し見えてます。すると大なさぎ島かな、あたど島が見えてる感じですね。黄金山の手前に円光川、円光川の下流に広島大橋、森山の手前に海田大橋、船も見えます。瀬野川河口、えげさん、えげさんはこっちがいいかな。白山と金が道路山、山陽本線見えないかな、山陽本線見えないかな。麓の町、ツツジの紅葉が残っています。今は少し明るいかな。森林公園の方、薄い雲、少し虹があります。移動しましょう。岩を見ています。日が差してきました。山頂の東側の道を下りましょう。広いですよね。綺麗な道です。標識、五差相談の道になっています。確かに方向は五差相談、富士ヶ丸山、
曲がりくねってますね。もう降りようと思ったんですけどもね、ご差送台の道に入りましたね。あそこに電波塔、 F ポイント、ここ分岐ですね。すぐに分岐、ご差送台1キロ、イノシシがほじくってます。電柱沿いに瀬野の方に降りられないかな。反対も景色が見えます。春日野の団地、檜山と武田山、ぬくしなの方の山、うまき八幡宮はあなたりでしょうか。新谷山、倉庫山でいいかな。太田川沿いの町、ゴルフ場が見えます。水越峠の近くでしょう。稜線の道、小峰ピーク、まだ先、ベンチがあります。展望場、二つが定山が見えます。あっちが木の宗山、三笹川が流れてるんでしょうね。そして阿武山、麓は鰻巻の大日、今日は鰻巻第二公園に寄っています。展望案内です。鬼ヶ城山、五佐宗山、まだ下りあります。道路工事してます。もうすぐですね。車道横の道、二つが定山、日がよく当たっています。麓の町、鬼ヶ城山、広島東インターの方です。あれは大田川橋かな。小さなアップダウン、ここですね。13時10分、今年2回目の五佐宗山山頂、標高682メートル、来てしまいました。西条の町が見えてるかな。この辺りなんか白い。そして森山が見えます。電波塔工事してます。今は囲いがしてありますね。さあ下山、一人すれ違いました。前回は雨でした。あったかくなってきました。もうすぐバクチーワ、バクチーワに到着。海に近づきました。黄金山左に金輪島、黄金山の奥に宇品島と二之島、大名佐美島の右に宮島、広島の町です。大野権現山少し見えます。日の浦山、今日も誰か登ってるでしょう。えげ山、神奈川道路山、奥に灰ヶ峰、城山、道所山、奥が野呂山でしょう。森山の方、海が輝いています。
円光川の河口、広島高速3号。今日はこの分岐は三雲峡へ、水谷峡に降りてみましょうか。